こんにちは。うす。今日は4月10日まで3週にわたって放送された乃木坂工事中の話をしていくよ。今回は29スシングルヒット祈願、だよ。ご帰省の7人、お疲れ様でした。私としては神推ししている高山一実のことをずっと考えてました。千葉出身だからね。4月10日の後半の写真企画は？来週、乃木中のお話ができるようなら一緒に話します。気軽に来週話すよ、と言えるほどの更新頻度じゃないもんね。申し訳ないけど、今の状態じゃ努力目標、って言い方しかできないか。一点だけ話させてもらうなら、スタジオに集合しないでチームごとに違うところにいたのはコロナ対策を強化したってことなんだろうなと。このチャンネルでは乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うので、よかったらチャンネル登録していってね。今日のインデックスはこんな感じ。1、海、伊予木間を、1のセミク。2、山、奥平派、小川や、富里奈央。3、チャリ、菅原さつき、井上凪。4、高山和美のロケ。5、今回のベストショット。最初は1、海、伊予木間を、1のセミク、ね。まずは伊予木間を。パートナーの先輩は山下美月。タチウオを釣りに行きました。山下美月が釣り上げたのに、テレビ、ができずに見ているだけの伊予木間をが新鮮でした。釣り企画ってなんだかんだで大量に釣れるよね。昔、ヒット祈願でみんなで釣りに行った時もアホほど釣ってたね。高山和美、白石麻衣、橋本奈々美、江藤美沙で行った時ね。で、伊予木間をは光タチウオの首を絞めて締めくくりました。釣ったタチウオは食べたのかね。次は一ノ瀬美久。パートナーの先輩は与田祐希。先輩としての背中はかっこいいし頼りになるが、うまくコミュニケーションを取らないとフォローはしてくれない。意地悪じゃなくて気づかない。大変なのは一ノ瀬美久だね。関係ないけど、井上凪が一ノ瀬美久のことを語るとき、ミック、と言ってて二人とも可愛いなと思ったよ。会話の中に渋谷の109が出てきたね。田舎から出てくると、みんなが必ず行く観光スポットなんだね。個人的には東急電鉄の東急から10と9で109を知った時の衝撃はちょっと動きが止まったよ。次は2、山、奥平派、小川や、富里奈央、ね。まずは奥平派。先輩パートナー白星織、千葉のマッターホルンだね。奥平派はなかなかの世渡り上手らしい。そばにいる久保志織を推しの先輩と言ってみたり、日村派って言ってみたり、両親が仙台出身と言って久保志織との親近感を作ってみたり。これぐらいはいいんじゃない？人間関係を円滑にする方法の一つだよ。それよりも久保志織がオールナイト日本を始めてから、思ったよりも仙台好きで東北楽天ゴールデンイーグルスの熱烈ファンと知って驚いてるよ。次は小川や。先輩パートナーは筒井あやめ。マザー牧場での羊での文字作りだね。ご帰省披露の会の時から思ってたんだけど筒井あやめの進行がさ、ふわふわしているようで、話の格は抑えているようでって感じしてたんだけど、わかった。ラジオの乃木坂のMC をやってるから、慣れてるっちゃ慣れてるんだ。で、このロケで一番驚いたのが羊の勢い。ドラクエの技の一つで怒涛の羊。ってのがあるんだけどさ、冗談としては面白いけど、ダメージは与えないだろうと思ってたんだ。でも、あれは巻き込まれたら骨折るね。勢いにびっくりしたよ。それと牧羊犬。存在は知ってたんだけどさ、あんなにちゃんと仕事するとは思わなかったよ。羊を誘導して、一つの方向に向かわせるんだね。小川やや筒井あやめの活躍は、最年少チーム、頑張った。年端も行かない女の子が羊の餌の乗った一輪車を運ぶのは大変だった。次は、富里奈央。先輩パートナーは柴田優奈。ごま用です。ごま用って炎のそばで祈祷することなんだね。昔、ヒット祈願で日渡りをしてたことがあるからそれかと思った。それは日渡り神事だね。桜井玲香、高山和美、橋本奈々美、星野みなみがやったやつ。炎の前に座ってごま用が始まりました。富里奈央は炎を見るタイプです。焚き火を見ているだけでも心が落ち着くけど、こんな大きな炎を近距離で見たら吸い込まれそうになるよね。で、ガリガリ君は外れちゃったと。その二人の姿が主要から下山して現世に戻ってきた感じがしたよ。次は3、チャリ、菅原さつき、井上凪、ね。二つのチームに分かれてのフラワーラインの走破だね。西側は菅原さつき、先輩パートナーは田村真由。菅原さつきがよくわからないハンデを勝手に背負ってたね。ところでフラワーライン、いいなぁ。そろそろ暖かくなってきたし半年乗ってないチャリに乗り出そうかな。あの自転車、一度メンテに出さないとだね。チャリの名前はバルイーグル。日村勇紀の愛車がバルシャークだからなんだけど、このネタはもう古いのかもね。で、今回でクール系美人の菅原さつきが少しネタキャラに寄ったね。連続小吉と最後が小吉じゃない。
ギアをかけられずにスピードの割に足の回転がすごい。頭下げたらぶつける。この一言が、ネタキャラとしての格の違いに絶望しているように聞こえたよ。で、野島先東大に到着と、最後は井上凪。先輩パートナーは柿春か。井上凪はさっちゃんにすごい大変だよ、と言われたと。風がすごいね。高山和美が同じようなことになってたね。高山和美の南房総いいとこツアーの時ね。桜井玲香、秋元真夏、白石麻衣、西野七瀬、若月由美が参加した企画。そんな状態だったのは、日が昇るまでで、日が昇ったら、風はなく快晴になりました。設楽治が言っていた通り、いいサイクリング日和だったね。次は4。高山和美のロケ、ね。ちょいちょい過去ロケの話が出てきてたけど、全部に高山和美がいたのね。設楽治からも話が出てきてさ、神推ししているオタとしては嬉しかったんだよね。美和ソフトクリームの話ってよく覚えていたよね。高山和美はテレビでちょいちょい顔を見れるから嬉しい。そして相変わらずの和民節が安心するね。私は実は千葉に住んでるんだけど、意識が東京の方にしか向いてないから千葉の良さがよくわかってない。千葉っていろんなものがあるんだね。ひとまずチャリで外房に行ってみようか。山を越えるのか、菅原さつきや井上凪のようにフラワーラインを行くのかは今から考えよう。そして美和ソフトクリームは必ず食べよう。最後は5。今回のベストショット、ね。出航前、羊のお世話中、ご迷う前、お絵描き中。ごめん、あまりピンとくるシーンじゃないんだけど、どういうこと？うん、ベンチコートを着ているシーンを集めてみた。今回のシングルの初回特典で5期生が特集されてたじゃん。それにメイキングが入ってたんだけどさ、それで5期生がベンチコート着てたんだ。それ見て、この子たちは乃木坂46なんだねって思ったんだよね。今は先輩と制服も違うからね。よく見るとジャージも違うんだよね。だから先輩と同じ衣装って言うと私が初めて見たのがベンチコートだったんだ。それを覚えていたんで選んでみた。ベンチコートを衣装と呼んでいいのかわからないけどね。5期生は特別感を出そうとして先輩とも違う衣装を着てるから、特別感とともに乃木坂46感も薄くなってた。あんたはベンチコートを着ているのを見て乃木坂46感を感じたのね。山下美月が NHK の朝ドラに出ることになったね。主人公の親友だってさ。ひょっとしたら半年間ずっと出演するのかも。そこそこ重要な役だよね。久しぶりに朝ドラ見てみようかな。それと、ゆったんがアイドルオーディションのスペシャルサポーターに就任したね。あ、うん。そうか。エントリー期間は4月の28日までか。霊夢？ちょっと考えるわ。この話の続きはないので、期待はしないでください。なるほどと思ったら高評価、全然違うと思ったら低評価を押していってね。皆さんはどう感じました？思うところをコメントで書いていってね。これから、乃木坂46、桜坂46、日向坂46のことを話していこうと思うのでよろしくね。